インホップのブログをご覧の皆さん、こんにちは。148オフィシャルパートナーのホップでございます。皆さんお元気でしょうか。今日ですね、ご紹介するのはこちらの北村のバッグの修理でございます。どういう風にしたかっていうと、北村のバッグ内袋がぐちゃぐちゃになっていました。それを全部、分解して革で作り替えて張り替えました。こんな感じで治りました。ポケットも全部ね押しまして、それからこのファスナーの中のちっちゃいポケットも全部、革で本革で作りましたので、今度日本は湿気が多い国なので、カビさえ気をつけていただければずっと使えます。長く使っていただけるように修理いたしました。北村のバッグの内袋の交換をしたホップです。ぜひ、よろしくお願いします。こういう針穴なんかはね、エルメスのように手で拾ってますので、綺麗に仕上がったと思います。まず満足していただければと思います。北村のバッグの修理はぜひ148オフィシャルパートナー、高崎最安値にホップによろしくお願いします。アフィーダゼバイビー。